いてもらおうか。あの戦いの勝者にお前が与えられる。軍将様、連れてまいりました。私は傷をつけずに内臓を抜き取ることもできる。お前の血を入れた聖杯の聖酒を勝者は飲む。その時お前は勝者に与えられ、その子を産むのだ。軍将さん、聖酒を。下級の修羅、胸に七つの傷を持つ男に倒された。その侵入者を見事倒してみせ。さすれば望みを叶える。剣がここへ。が胸に七つの傷を持つ男か。貴様の流派、北斗神拳。知らぬな、そのような下等な流派。貴様が俺と戦う価値があればよいが、俺は今まで常に敵を二分以内に倒してきた。術中にはまった。お前の目には無数の俺が見えるはず。
山に死ぬがいい。これほどの月を俺が打ち込まれようとは。ただ奴を子供扱い。これはこれは北斗神拳。そうか、あんたも北斗一派の剣を使うのか。北斗に歯はない。北斗を冠した剣は北斗神拳のみ。いや、俺は知っている。北斗の名を冠した剣法を使うすごい修羅をな。凛という女を探している。知らぬか。知らんな。お前は北斗神拳を知っているか。やはりな。するとお前の名は凛。まさかあなたはケンシロウ。俺は愚者の仮面をかぶり、この日を待ち続けていた。お前のような切り札を合わせ持つ好機をな。あなたはこの国の人ではないですね。その通り。奴は強い。これから多くの修羅を倒すだろう。奴の出現でこの国は大きく揺れる。だが奴は血を巻く赤きハリケーン。いつか修羅どもと共に消え去るのみ。その後はもう一つの北斗が輝く。どうした？3日前に羅刹が現れて、この地を治める修羅様を。それ以来、足も動けず、口も聞けず、まるで石のように。そして天空に北斗七星輝く時に死ぬと言い残して。北斗神拳奥義剣恩会。しかしこの剣は何かが違う。羅刹、鬼を食らう魔物か。一体何を狙って修羅を食らう。なぜ修練場を逃げ出した。臆したか。違う。理由のない戦いはしたくないんだ。俺の最初の相手は親友だ。どうして倒せる。修羅の道を拒む者あれば、その一族全てこの世から消さねばならん。ただ俺はあんたたちを倒す。しかし嫌な夜だぜ。やけにあの腰が気がつきやがる。こんな夜は奴が出るというぜ。早く片付けちまおうぜ。貴様側の羅刹か。まあ、お前たちが死ぬことに変わりはない。貴様の首を取ってくれるわ。あの少年はどこ。
なら、ここであんたを倒す。という剣を使う男を知っているのか。名前はシャチ。僕の姉が愛した人だ。ついてきてください。姉に会えばもっと詳しいことが聞ける。あなたにはいろいろご迷惑を。僕が町に隠していた宝を受け取ってください。地に隠していた宝を受け取ってください。
ことがあると。シャチという男、その男が向かう地に心当たりがあるのなら教えてほしい。もしあの男を殺すことができるのなら教えてあげましょう。ここでシャチは人間の心を捨て去ったのです。なった、ついに肉体のすべてを滅ぼす計画箱を今この手に握った。この剣はもはや神をもしのぐ。この俺が望むものすべてを与えてくれよ。北斗流剣は神をも喰らう剣。すべての伝承者がその地一滴に至るまで野望という色に染まり、その一人にシャチもなってしまったのです。貴様、ボロの分際で何をしておる。その女は修羅の子を産むべき女だぞ。つかぬことを伺いますが、あなた様を一人で来られたわけです。当たり前だ、貴様ごとき俺一人で余りあるわ。だったら帰んな、お前じゃ役不足。貴様らは戦いに負けて死にきれなかった男たち、わしの剣を切られボロとなった者がなぜ止める。俺はまだ誰にも負けたことがないんでな。北斗流拳勝つたがん。竜とは輝く玉、すなわち北斗流拳とはあらゆる拳法の中で唯一輝く剣、最強無比の拳法なのだ。シャチ、こんなところにとどまって一体何をする気なのです。まあ見てなって、そろそろ来る頃だ。そこから来たぞ。
行こう。これでも追っては来ないはず。北斗龍拳、修羅を食う獣と恐れる魔説と呼ばれる男は貴様であったか。よくぞ今まで隠し通した。しかしなぜ正体を晒す危険を犯した。この女、俺の正体を見た貴様の首が欲しくなったのでな。ウヌにその権力があるかどうか試させてもらおう。この二人、今までとレベルが違う。見事倒してみよう。準備運動ぐらいにはなろう。はい、王石に答え。なぜその女を奪う。俺の狙いはこの女を追ってくるわ。たかが女のために修羅の国に追ってくる男がいるという。この国の人間には分かるまい。男、己のためにのみ生きず。久しぶりに強敵に巡り合い、味わってみるか。我が剣、猛虎竜妖金章。食い尽くしてやるわ、貴様の存在ごとな。修羅として1800章。このカイゼルの剣、貴様には見切れまい。我が北斗竜剣もちょうど、雑魚の修羅は食らい飽きていたわ。一瞬にして敵の内部を引きちぎることができる。さあ、どこを抜き取ってほしい。真の像か、肺か、背骨か。おはい、ユーラと。確信したがお前の油断よ。古傷をかばい隙を作ったな。俺が何故ボロになってお前のそばにいたかわかるか。その弱点を読むためよ。見事だ。だがこの軍将カイゼルを倒して何を狙う。修羅を喰らい尽くして神にでもなろうというのか。神こそ我がしもべよ。バカな、知らぬわけではあるまい。この国には三人の刀身と崇められる羅生がいることを。この胸の古傷を与えたのは羅生の一人、ハン。お前ごときに倒せはせぬ。だからこそこの女を奪った。
ケンシロウという男を捨て駒にして、その羅生どもにぶつけるために。シャチ。本当にシャチを倒してもよいのだな。もう捨てたのです。生きてさえいればまた拾えよう。待つがいい。シャチは生かして送り届けよう。レイヤ様、シャチが姿を現しました。リンという他国の女をさらい、軍将と戦ったようです。俺はその女を追ってこの国へ来た。もしシャチがあなたを誘うために女性を奪ったのなら、きっと羅生藩のもとへ。